悪魔の生態ね。理事会がこれをクラス1判定に。でもこれで功績を上げればストレートに理事会入りできるかもしれないわ。ねえねえったら。ああごめん。それで、あなたの考えは？直接話してみよう。人格化の進んだ個体にはこれが一番有効だ。まずは研究の準備をした方がいいんじゃない？収容オブジェクトとの接触は死に至る可能性があります。よろしいですね？はい、各小隊は配置につけ。こんにちは。いくつかテストしたいことがあるんだけど、協力してもらえるかな？今のは何かな？よかったら教えてくれないかな？大丈夫なら接触を続けて。どうかした？人がいる。大丈夫、まだ知り合ったばかりだものね。また来るよ。収容室に入り次第全ての監視カメラと通信を停止するわ。気をつけて、何かあったら緊急通信を使って。了解。ごめんなさい。この男性の精神に影響を与える君の能力は親しくなると弱まっていくのかな？わざと誘惑してるって言いたいの？親しくないから、私がサキュバスだから。そういう意味じゃないよ。ごめんなさい、もう休みたいの。最近研究は順調？リアは随分信頼してくれるようになったよ。それなら良かったわ。どうした？何か問題でもあったのか？最近不安定な収容オブジェクトがいくつかあって面倒だけど大丈夫よ、気にしないで。そうよ。頑張って。もう記録したわ、指数上昇。頑張って。もう記録したわ。すごいわ。データ以上。頑張って。もう記録したわ。エネルギー出力を上げるわ。
すごいわ。指数上昇。頑張って。もう記録したわ。すごいわ。データ以上。頑張って。さすがは私のエースね。審査を前倒しに？何か懸念があるんでしょうね。審査の前倒しだけじゃなくて、研究も急ぐようにって。そうか。収容コード 1-12、 今後はサキュバスと呼ぶけど、今彼女のことが頭に浮かんでいるかしら。サキュバスとのコミュニケーションはかなり順調と言える？サキュバスがあなたに友好的に接する理由は何だと思う？優れた超自然研究員であるあなたには特別な何かがあるのかしら。超常現象を研究する中で、自身にも超自然的能力が身につくことを想像したり憧れたりすることはあるかしら。ほら、彼女は今あなたが人間かそうでないのかを知りたがっているわ。あなたを疑っている。これまでと変わらず研究所の使命に対して確固たる思いがあるかしら。あなたは利用されている。人類を守るというあなたの夢を利用して、彼らは人類から搾取しようとしている。あなたは騙されているの。ナオト、ナオト。